切り分けられるお好み焼きお好み焼きは、小麦粉と、鶏卵、キャベツなどを使用する鉄板焼きの一種である。水に溶いた小麦粉を生地として、鶏卵、野菜、肉、魚介類、麺類など好みの材料を使用し、鉄板の上で焼き上げ、ソースマヨネーズ、青のり等の調味料をつけて食する。焼き方や具材は地域によって差が見られ、キャベツ焼き、関西風お好み焼き、 広島風お好み焼き、ベタ焼き、円州焼き、かきおこ、ネギ焼き、かしみぎ焼き、ちょぼ焼き、など、様々な様式や、具のお好み焼きが存在している。屋台のお好み焼きや記録では日本における、粉物料理の起源は、安土桃山時代の千里宮が好んだという、負の焼きにあると言われているがお好み焼きとは、かけ離れたものであり、お好み焼きの起源としては、異論もある。 現在のお好み焼きに近いものとしては明治に東京で定着していたもんじゃ焼きから派生し昭和の初めに東京を中心に流行したどんどん焼きがあり屋台や縁日などで販売されたこのどんどん焼きは近畿地方においてはソースが養殖的で一線で買えることから一線養殖と呼ばれ広まっていった こうした古いスタイルのお好み焼きの原型は、現在も、縁日の沿道に出る屋台などで提供されているほか、岸和田市のか市民焼きや高砂市の肉店、あるいは、ネギ焼き、キャベツ焼きといった形で残存している。また、中国人が煮たものを、ごま油で香ばしく焼いたものの屋台も存在する。 大正7年3月24日の読売新聞長官にエビフライ一戦のどんどん焼きと題する記事が掲載されており記事内ではどんどん焼きという表現を用いながらもその屋台ののれんや品書きにはお好み焼きという表現が使用されているまた柳田国夫は昭和6年に刊行された明治大正史第四巻世相編において 子供を相手の単費消費の方でも、雨や新古の細工物は通り越して、お好み焼きなどという一品料理の真にことが、現に東京だけでも数十人の専門家を生活させている、と書いている。池田や三郎の私の食物誌には、昭和6から7年頃に銀座裏のお好み焼き屋が密会所のようになり、風俗上の取り締まりで挙げられたというエピソードが、 記録されており、当時のお好み焼き屋は飲食を口実として、年頃の男女に大瀬の場を提供する、どちらかといえばいかがわしい業態としても機能していたことが読み取れる。食文化史研究家の岡田明は、お好み焼きは当時の東京の花街において座敷にしつらえた鉄板で客が自分の 好みに役風流な遊戯料理として誕生したという、この証言に基づいた解釈を紹介しており、日本粉門協会会長の熊谷真奈も、辞書にて、同じ説を採用している。田辺聖子は、藤本義和との対談の中で、大阪で、お好み焼きが知られるようになったのは、昭和16から17年ぐらいからではなかったかと、発言している。 現存するお好み焼き屋の中で最古とされる店は浅草の風流お好み焼き染太郎で昭和13年の創業であるが大阪でも同じ時期に伊藤屋が開店しており大阪で初めて客に自由に明かせるお好み焼きを紹介したとされる伊藤屋は芸者や下流界の水人船場の旦那衆などを対象とした高級店で 市中の洋食焼きが10銭程度であった時代に1円50銭もしたという。ちなみに大衆店として人気を博したソメ太郎では創業当時のお好み焼きの価格は1枚5銭であった。戦後、お好み焼きという言葉は客が自分で焼いて楽しむという元議を離れ、ネギではなくキャベツを用いた粉物料理そのものを指すようになる。キャベツを用いる混ぜ焼き式の お好み焼きは近畿地方を中心に戦後急速に浸透し、全国各地で洋食焼き、どんどん焼きからお好み焼きへと料理の名称と調理法が更新されていった。焼き方に関しては、現在も戦前のスタイルを残す地域が存在するものの、名称の点ではほぼ全国的にお好み焼きに統一されている。お好み焼きは戦後の大阪において、 具材やソースの追加、腰掛け式のカウンターテーブルの採用などの変化を経て、本家と言われるほどに発展していく。昭和中央には、大人が飲食店としてのお好み焼き屋で座って、鉄板を前に焼きながら食べるものと、子供が立ち食いを前提に、新聞紙に包んだ二つ折りのものをその場で立って食べる、簡便なお好み焼きとが分かれて存在した。なお、広島は、 戦前の東京で誕生した、お座敷料理のお好み焼きはもちろん、戦後に広まった混ぜ焼き式のお好み焼きの影響も受けなかった地域であるが、どんどん焼きは乗せ焼きが主流であり、どんどん焼きから一線養殖として伝わり、関西のお好み焼きも、広島のお好み焼きも源流は同じである。戦災からの復興過程で1950年頃に発生した屋台において、 鉄板一枚で調理できることから戦前の一線洋食をベースに独自の変化を遂げ、後に広島風お好み焼きと呼ばれる料理に発展した。呉市の関西風お好み焼き店、ボテジュの創業者である匠、吉木によればお好み焼きのルーツはピザであり、昭和初期に軍艦の乗組員がヨーロッパから呉に伝えたという。これを海軍交渉に徴用された。 大阪の料理職人が大阪に伝え、戦後の復興期に里帰りして、関西風お好み焼きの元になったと主張している。柔らかいもんじゃ焼きを屋台で販売するために、粉の分量を増やしたのがどんどん焼きの始まりであると、する説があるが、そもそも現在のもんじゃ焼きが誕生したのは、昭和30年代のことであり、戦前のもじ焼きは、蜜の入った具なしの甘い生地を焼いて食べる。 子供のおやつであった。またどんどんに焼きは一斉養殖と同じ、のせ焼きであり、後のモイザ焼きやお好み焼きのように生地に具材を混ぜ込む、調理法はひき肉を用いる一例を除き記録には残っていない。池波翔太郎は昭和初期を改装したエッセイの中で、今のお好み焼きのごとく、何でも彼でもメリケンコの中へ混ぜ込んで、 焼き上げるというような雑白なものではなかったと語り、数あるどんどん焼きの中で唯一、牛店というメニューだけが、ネギとひき肉を生地に混ぜてから焼いていたと証言している。三宅正弘は、戦前のお好み焼き屋において、一人前ずつの分量を座敷に運んで客に、焼かせるという提供方法から必然的に合理的で、管理がしやすい混ぜ焼きとなり、これが、 お好み焼きという言葉とともに、大阪に伝わったのではないかと考察している。現存する最古のお好み焼き店は、昭和13年創業の、染太郎である。染太郎では、戦前から続く古風なメニューを多く残しており、キャベツではなく、白ネギを用いたお好み焼きや、どんどん焼き形式ののせ焼き、あんこ巻きなどの甘み焼きも提供されている。 東京には染太郎以外にも、松並や、マリアなど、黎明期の面影を残す、お好み焼き屋がいくつか残存している。一方、大阪屈指の老舗として知られる、初瀬は、全席完全個室で、風俗上の取り締まりを受けたという戦前の、お好み焼き屋の姿を忍ばせる作りとなっている。近年は、カウンター式で店員が焼き、 マヨネーズまでかけた状態で提供されることが多くなった大阪だがこの店ではお好み焼きが東京から伝わった当時の様式を今もなお維持しているこれら老舗に共通するのは客が自分で焼くという点であり店側は鉄板と材料を提供するのみで特に要望のない限り店員が客席に顔を出すことはないまた焼き方や味付けは文字通り お好みであるが、基本的には具材をすべて混ぜ込み、よくかき混ぜてから焼くことを推奨している。前述のように混ぜ焼きよりも乗せ焼きの方が、歴史は古く、東京のお好み焼きや神戸の肉店は、大正時代以前から普及していた。伝播時期に、地域差はあるものの、昭和の初めには、東日本ではどんどん焼き、 西日本では洋食焼きという名称で、ほぼ全国的に広まった。一線洋食の流れを組む広島風お好み焼きは、戦後の発祥で、後のお好み村につながる、中央通りの屋台街から始まっており、屋台街誕生当時から営業している店に、みっちゃんなどがある。関西風。 お好み焼きお好み焼き定食関西風お好み焼き、チェーン店の一例みじん切りにしたキャベツやケイアン、干しエビなどを生地に混ぜ込んでから焼くスタイルのお好み焼きのことを関西風お好み焼きと呼ぶことが多い。しかしながら、実はこのスタイルのお好み焼きの発祥は東京であり、関西地方においても京都市など、昔ながらの洋食焼きの流儀で、 鉄板に薄く伸ばした生地の上に千切りのキャベツと具材を乗せて焼き上げる重ね焼きが主流となってきた地域も少なくない。大阪を中心とする関西地方のお好み焼きにも様々な調理方法があるが混ぜ焼きにのみに見られる特徴として食感を軽くするために生地の中に甘いもを混ぜ込むことが多い点が挙げられる。キャベツや鶏卵がいつ頃から使用されるようになったかに ついては、はっきりしたことはわかっていない。キャベツそのものは1904年頃から普及しており、決して高価な食材ではなかった。ただ、青ネギを用いる西日本と、白ネギを用いる東日本では、戦前の一戦養殖時代においても用いられる、野菜が異なっており、西日本の養殖焼きがもっぱら青ネギを使用したのに、対し、同時期の、どんどん焼きには、 白ネギだけではなく、キャベツや玉ねぎなども定番の素材として使用されていた。戦争中の食料事情が悪い時期に、単価が安く腹持ちのいいキャベツを用いるお好み焼きが伝わったこと、また戦後ほどなく、キャベツとの相性が良い濃厚ソースが開発されたこともあって、西日本でも徐々にネギを散らして焼く洋食から、キャベツを たっぷりと混ぜて焼くお好み焼きへと切り替わっていったのではないかと推測される。鶏卵については大規模養鶏が導入されたのは昭和30年代であり、戦後しばらくまでは高級食材であった。現在も地域によってはデフォルトの使用が卵なしの店が少なからず存在し、卵を追加する場合は豚玉、イカ玉のようにメインとなる具材の後に 玉をつけて注文する。関西地方においても、戦前は生地を薄くひいた上に具材を重ねて焼き上げる、いわゆる洋食焼きが主流であった。昭和の初めに東京で生地と具材を混ぜて焼くお好み焼きが誕生し、それが遅れて大阪にも伝わった。昭和12年には、老舗として知られた伊東屋が北新地近くに開店しているが、 東京式に客が自分で焼くスタイルで、あんこ巻きのような東京にしか見られないメニューも提供されていたという。戦後になり、混ぜ焼きのお好み焼きはそれまでの洋食焼きに変わって、関西一円に広まった。終戦直後は、大洋食としての位置づけでもあったため、子供のおやつや嗜好品であった戦前に比べサイズや、ボリュームも必然的に大きくなった。お好み焼きは、 関西の庶民に愛され、街中には、多くのお好み焼き屋が飽きない、独自の味を競うソースメーカーが誕生した。また家庭においても、鉄板を特注して楽しむなど、地域に根付いた文化として成熟していった。大阪が、お好み焼きの本場として認知されるようになったのは、1970年代以降のことである。これは、ボテジュや、チボウなど有名店の台頭。 マヨネーズや山芋を用いるといった独自の進化、大阪万博による注目度や観光客の急増などによるところが大きいと思われる。また、客が自分で焼く料理として生まれたお好み焼きをプロの焼き手が焼いて提供するというスタイルに変えたことで料理としての付加価値が高まったことも理由の一つであろう。なお、混ぜ焼きのお好み焼きが 関西風お好み焼きと呼ばれるようになったのは、広島風お好み焼きがマスコミに紹介されて以降のことである。広島風お好み焼きの店は1980年前後から他地域への進出が始まり、当時すでに全国的に標準となっていた混ぜ焼きのお好み焼きが改めて関西風と命名されることとなった。関西では格子型に切り分けるのに対し、 関東ではピザ風に切り分ける。だし汁に小麦粉、そして鶏卵や山芋を混ぜた生地にみじん切りのキャベツを混ぜて焼く、いわゆる混ぜ焼きが主流である。ただし、東京のように肉などを混ぜ込むことは、あまりなく、メインとなる具材は上に乗せたり、あるいは別に炒めて乗せることが多い。また昔ながらの、重ね焼きや、千切りキャベツと生地を混ぜるのみで後は重ねて焼く地域。 なども点在しており、必ずしも関西では混ぜ焼きが全てというわけではない。基本的な作り方とんかつソースが発明される1948年、以前は粘度の低いウスターソース、あるいは醤油が使われていた。現在は、お好み焼き用に調整された粘度が高く甘みの強いソースが主に用いられるが、神戸市のように泥ソースと呼ばれる非常に辛いソースが、 使用される地域もある。近畿地方、特に兵庫や大阪では各地に独特の地ソースが多数存在しており、お好み焼き専門店では業務用としておろされるこれらのソースをブレンドして独自の味を作り出している。また、京ではオリバー、イカリ、カゴメ、オタフク、ブルドックといった大手のみならず、中小メーカーからも 風味の異なるお好み焼き専用ソースが何種類も発売されている。近畿地方では街のどこのスーパーにもお好み焼きソースが十数種類陳列されているほどで個々人のソースへのこだわりの深さを感じさせられる。マヨネーズ最初に使用したのは大阪市のボテジ重で昭和28年のことである。昭和四十年代から大阪を中心に普及し後に 全国的に広く使われるようになった。同じ関西でも、大阪と神戸ではマヨネーズに対する思考に違いがある。現在の大阪では、どの店でもマヨネーズがかけられて提供されるのに対し、神戸ではマヨネーズを置かない店も少なくなく、置いていても注文がなければ出さない店が多い。全国的に、大阪風の混ぜ焼きお好み焼きを提供する店では、 マヨネーズが使用されることが多い。店によっては、マスタードや、トマトケチャップを少量加えることもある。マヨネーズが嫌いな場合は、マヨネーズ向きで注文することができる。モダン焼きモダン焼きとは、茹でた中華麺を、お好み焼きの具材として重ねて焼いたものである。中華麺をそのまま乗せるか鉄板で焼くか、麺に味付けを行うか行わないかなど。 店によってレシピは様々である。ベースとなるお好み焼きも、店や地域によって、混ぜ焼きの場合と乗せ焼きの場合があり、校舎は、広島風お好み焼きとほとんど同じものとなる。中華麺の代わりにうどんを用いる場合もあり、うどんモダンや、うどん乗せと呼ばれる。広島風お好み焼きと同じく、乗せ焼きの発想から生まれたメニューであり、1950年に、 心差し端で考案されたという説が有力である。同店では、当初は、そばではなく、うどんを使用しており、現在もうどんモダンが名物となっている。関西のお好み焼き屋では、焼き始めから、最後の青海苔や、削り節等のトッピングまで全ての調理工程を、店員が行うスタイルが、一般的である。焼き上がったお好み焼きは、俗に、 チリトリと呼ばれる大型のおこし金で各人の席に運ばれる。過去には関西も客が自分で焼く、客焼きの店が主流であったが、店焼きに変わったのは、大阪人は合理的で店の人に焼いてもらった方が早くて、時間の節約になるからという説がある。一方、お好み焼きの元祖である東京では、 ワンやカップに入った生の具材と生地を提供し、客が自分でかき混ぜて焼き上げるセルフサービスが標準である。このスタイルの店は、お好み焼きがあまり一般的ではない地方都市にも多い。大阪も昔はこの形式が少なくなかったが、現在は創業の古い老舗店と関東発祥のチェーン店以外では、ほとんど見られない。お好み焼きを、 米飯のおかずと考えている人は、全国では2割だが、大阪では半数近くと他を圧倒しているという、調査結果がある。また、関西のお好み焼き屋、定食屋には米飯を添える、お好み焼き定食を出す店舗が存在する。関西地方では、小手でお好み焼きを食べやすい大きさに少しずつ切り、直接小手に乗せて食べる。 あらかじめ切り分ける場合は、格子状に四角く切るのが普通で、関東地方でよく見られるような放射状に切ることはない。鉄板で調理中のお好み焼き広島お好み焼き、ひっくり返す前の状態。奥には大量のキャベツが準備されている。広島市中区新天地小麦粉を水で溶いたものを薄く、伸ばして焼いた生地の上に、野菜や肉といった具を重ねてひっくり返し、 生地で蓋をして蒸し焼きにするのが特徴。具と小麦粉でできた生地を混ぜて作る混ぜ焼きとは全く異なる食感となる。同様の調理法のお好み焼きを供する地域は広島以外にも存在するが中華麺を加えることが多い点と具材としてもやしを用いることが決定的なオリジナリティとなっている。戦前に子供のおやつであった。 一線洋食が原型である。近年では、ご当地グルメの代表格とも言われ、2006年現在、広島市だけで800件以上、広島県内には1700件以上あると言われる。店舗数では、全国3位、人口1万人あたりの店舗数では、全国トップと言われる。1950年頃に発生した、屋台外で開業した、みっちゃんの伊勢遺産なんと、 よしさんの中村善次郎が、広島風お好み焼きの元祖と言われている。その他、初期のお好み焼きの屋台の流れを組む店は、霊ちゃん、変屈屋などがある。1950年当時のお好み焼きはネギ焼きに近い、ものであった。戦争や原爆で夫を亡くし、自宅の土間を改造して、店を始めた女性も多く、霊霊ちゃんという野豪が、多いのはその名残である。 また、1963年に中国地方を襲った昭和38年1月号雪で中国産地の農村から一家で離村し高度経済成長期の広島市に移住した農家の主婦が住宅地に開業した例も多い。現在も町の小さなお店に老婦人が一人で焼く店舗が残るのはこうした理由もある。昭和40年代頃までは家から 卵や肉をお店に持って行って入れてもらうことができた。現在は肉や卵は当たり前に手に入ることが多いが、昔は野菜と蕎麦だけ、あるいは野菜だけといったことも珍しくはなく、この頃の野菜だけで作られたお好み焼きの値段は250円程度だった。また、プラスチック製や発泡スチロール製のトレーが普及していなかったため、お店で食べない場合は、 各家庭から平らな皿を持っていき、それにできたお好み焼きを乗せてもらったり、新聞紙にくるんで持ち帰っていた。もう少し時代が下ると、ラップで包んで持ち帰っていた。広島地方においては、広島風のお好み焼きのことは単に、お好み焼きあるいは、お好みと呼ぶ。ただし、広島県三原市では、旧来の麺なしをベースとして、お好み焼きと呼び、中華麺。 または、うどん入りを、モダン焼きと呼んでいる。名前については、当初は決まった名前はなかった。好きな具材を入れていくことで、好み焼きと呼ばれていたが、この名称では良くないのではとなり、頭に、をつけて、お好み焼きになったらしい。今となっては、何が講師であるか正確なところはわからないが、自然発生的に、お好み焼きという名前が現れ、それが、 一般に定着して今に至っている。広島以外の土地では、広島風お好み焼きの他に、広島焼きとも呼ばれる。広島焼きという故障を正式に採用したのは、記録のある限りでは1983年に、東京の下北沢に開業した、広島焼き広木が最古である。同店は、広島出身者の経営であるが、広島県では、 広島焼きの故障を嫌う傾向があり、地元市に世店の広報担当によると、広島では、喧嘩の火種になる言い方であるという。2016年9月20日に、NHK 総合テレビで放送された、サラメシの広島特集の中で、広島風お好み焼きに、広島焼きとテロップをつけたところ、広島県民から批判が相次いだため、2日後の再放送ではテロップが、 お好み焼きへと修正された。基本的な作り方水で溶いた小麦粉を円形に薄く、伸ばして、生地を焼く。生地の上に、魚粉、キャベツ、その上に肉と、その他のトッピングや天かす等を乗せ、つなぎとして、少量の小麦粉を垂らしてひっくり返し、生地を蓋として、具材を蒸し焼きにする。生地を上にしたまま、炒めた中華麺に乗せる。 卵を割円形に伸ばし、その上に生地を上にしたまま本体を乗せる。ひっくり返して、卵の麺を上にし、ソース、青海苔等をかけて完成。主な材料広島のお好み焼きには、定番の具材がある。チーズやネギは、キャベツと混ぜて使用することもある。麺お好み焼きに使用される麺は、中華麺で、多くは、 お好み焼き用に製麺されたものが使用されることが多いが、焼きそば用の麺が使用されている店もある。店舗によって、寸胴で茹でてから鉄板に出す、生麺、あらかじめ茹でてある、茹で麺、蒸してある、蒸し麺の3種類のうち1種類が使用される。3種類の中では生麺が比較的人気で、お好み広場やお好み村の店舗やガイドブック等に、 掲載されているような店舗では生麺が使用されることが多い。しかし、生麺を焼く時に使用するラードのカロリーを気にしたり、調理時間が長くかかることで、人気店でも茹で麺や蒸し麺を使っている場合もある。中華麺に変わるバリエーションとしてうどんがあり、うどんは中華麺がない時などに古くから代用されてきた。近年では蕎麦やパスタを用いる店舗もある。 ソースおたふくソースソースは、広島のメーカーである、おたふくソースがお好み焼き専用のソースを製造し、お好み焼き店の開業を支援していることもあり、多く利用されている。味は、若干甘め。それ以外には、毛利醸造のカープソース、サンフーズの三ツワソース、千成の広島ジャケン、中間醸造の天狗ソースなどのお好み焼きの専用ソースも使用されている。 多くのお好み焼き店では単一メーカーのソースを使用しており、ソース会社では納入先のお好み焼き店に自社の名前が入ったのれんを提供している。そのため、のれんにあるメーカー名を見ることで、その店がどのメーカーのソースを使っているかわかることが多い。近年では上りを立てている店も多く、よりわかりやすくなっている。なお、一部の店では、 複数のソースを独自にブレンドしたり、前期以外の製造会社にソースを特注したりしている。また、お好み焼きを食べる時に用いるヘラやお皿、ソース雑しなどの道具にも、ソースのメーカー名が付いていることがある。特に、多くの小規模な店舗がある。広島市内では、ソース会社が、お好み焼き店の開業支援をしており、近所の主婦が、内職で自宅の一部を改装し、 安価で店を開くことができた。広島県は日本酒の産地であり、そこから派生して酢の製造も盛んであった。戦術のおたふくなど多くのソースメーカーは酢の醸造会社をルーツに持ち、今もソースと酢の両方を製造している。マヨネーズ広島では当初お好み焼きにマヨネーズを使う習慣はなかったが、マヨネーズをかける食べ方も広がっている。 お好み焼きにマヨネーズを提供している店であっても、焼き上がって客に提供された時点ではマヨネーズがかけられていないことも多い。このような店では、卓上にセルフサービス用のマヨネーズが置いてあり、客が好みに応じてマヨネーズを使えるようにしている。広島のお店の注文書には、お好み焼きそば肉卵という風に書いてあることもあるが、これを肉玉そば入り。 そば肉玉、などと注文する。デフォルトである、肉玉そばにお好みでトッピングを付加したり、そば抜きなどとすることも可能である。おすすめや、人気のトッピングの組み合わせは、餅チーズ、肉玉そば入りなどと、メニューに併記したり、スペシャル焼き、まるまるちゃん焼きなどと、店舗独自の名前を付けていることもある。そばの元に、W と書いてあることがあるが、これはそばを二玉使う。 ダブルという意味である。ちゃんぽん、または、ミックスという言葉が使われている地域もあり、蕎麦とうどんを半玉ずつ使用することを意味している。またミックスダブル等の呼び名もあり、これは、蕎麦とうどんを一玉ずつ使うことを意味している。多くの店舗ではテイクアウトも可能であり、店舗によっては、出前や、電話予約などを行っていることもある。近年では、 海外からの観光客のため英文のメニューを用意している店舗もある。また、広島市等では、原付きで配達するケータリング専門の店舗も存在する。典型的な広島風お好み焼きの店は、真ん中に大きな鉄板を用するテーブルがあり、その周辺に、いくつか小さめのテーブルが配置されていることが多い。客はお好み焼きを作る大きな鉄板の周りに座り、 焼かれたお好み焼きを鉄板の上から直接小型のヘラを使って食べるのが基本である。しかし、このような大きな鉄板のあるテーブルは店に一つしかないことが多く、鉄板で同時に食べられる人数には限界がある。そのため、店の中には鉄板のない小さいテーブルも配置されており、鉄板で食べない場合はお好み焼きを皿に乗せてもらい、箸で食べる。 歴史的には昔からある広島のお好み焼き店は自宅を改装したようなところも多く規模が小さい店が多かった鉄板の周りにしか席がないような狭い店では必然的に客は鉄板の上で食べるしかなかった食べている間に冷めるのを防ぎ最後まで焼きたての味を楽しむためまた屋台発祥の店では 皿をわざわざ洗うための水を節約するために客に鉄板で食べさせ洗い物をなくすという理由や物が豊かではない時代に割り箸の消費量を減らすという理由もありヘラで食べるようにしたところこれが功を創始慣修となったとされている近年では大きめの店が増えてエーブル席が増えたことやヘラで食べるのは多少慣れが必要で観光客や女性には 扱いが難しいこともあり、皿で出す店や出す前に皿か鉄板を聞く店も多くなった。鉄板で出す場合も小皿や箸を用意し、卓上のソース等をお好みで自由に使えるようになっている店舗が多い。同じ広島県内であっても地域によっていろいろなバリエーションがある。これらは定番というものではなく、お好み焼きのメニューの一つとして提供されるものである。 特に近年、広島フードフェスティバルで、鉄板グランプリを開催して競う傾向にあるため、年々進化しつつある。府中市では、豚バラ肉の代わりに、ミンチ肉や、こま切れ肉を入れ、府中焼きと呼ぶ。地場産業の家具、切り箱製造業で働く母親が多く、お好み焼きは、子供のおやつや晩ご飯だったため、子供が、お小遣いで食べられるようにと。 バラ肉ではなく安い合いびき肉を使ったのが始まりである。ミンチ肉は細かいため熱を通すとよく出汁が出てうまみが増し、油も多く出て麺がカリッと焼き上がるのが特徴。また、卵も溶き卵にしたものをソースを塗ったお好み焼きの上からかけて仕上げる方法も存在する。狭い鉄板でたくさん焼けるようにという工夫から形は楕円型をしている。 尾道市では砂ずりを入れる店がある。三原市では、もつを入れる店が、市内全体のうち7割で、トッピングとして、取り扱いがある。三原市は、養鶏が盛んで、鶏肉の生産量は、広島県全体の、約半数を占めており、広島県の地域資源にも認定されている。昔から安価で新鮮な、鶏もつが容易に手に入れることが可能だったため地域に、 根付いたまた、蕎麦やうどんを入れたお好み焼きを、特に、モダン焼きと呼び分けるが、これは、関西地方独特の呼び方で、広島県内で、広島風のお好み焼きを出している地域ではあまり、見られない特徴。戦前、戦後から、三原市の産業基盤を築いていた、定人や三菱では、当時から、関連企業の仕事で、 関西からの来客も多かったと思われ、関西での故障である、モダン焼きと注文を受けることが多く定着したという、見方がされる。竹原市では、生地に、酒かすと日本酒を練り込んだ、竹原焼きを提供する。呉市ではうどんを入れたり、普通に焼いた後、半分に折り半月型にする場合が多いといった、特徴がある。小原市は、 広島市から離れていることもあって、お好み焼きは、馴染みの薄いものだったが、近年マッチおこしの一環として、小原焼きを考案。そばではなく、小原産の米を入れて、ポン酢で仕上げているのが特徴。2014年の第5回転、パングランプリに出展された地域の産物を使用した最新のご当地お好み焼きは、以下の通り。三原市、三原焼きは、 三原で人気の鳥もつ入り。セラ町セラの恵み焼きは、トマト、大葉、シーズ入り。人石高原町人石高原焼きは、人石牛、こんにゃく麺入り、トマトソースを使用。三次、四、三次、豆麺焼きは、ピリ辛の赤い色麺、豆麺と、カープソースを使用。呉市、呉焼きは、齋うどんを使用したまごで閉じて、半月状に折る。 広島市、広島生麺お好み焼きは、茹でて焼きパリッとさせたお好み焼き用の麺と、チーズ入りおのみち市、おのみち焼きは、砂ずり、イカ店、分け切りで、おのみちをオリジナルソースしよう。初日地市、初日市かき盛り焼きは、初日市産のカキと、大葉入り。風月のような大きいチェーン店があるが、北海道全体で、人口比の店舗数が少なく多くは食べられていない。 戦前に東京から伝わったどんどん焼きがある。岩手県では円形に薄く焼いて薄焼きまたはどんどん焼きと称する。宮城県には半月型に焼いたどんどん焼きまたはお好み焼きと称するものと木の棒にロール状に巻きつけたくるくるお好み焼きがある。山形県には木の棒にロール状あるいは短冊状に巻きつけたどんどん焼きがある。 秋田県横手市周辺では昭和40年代から円形に薄く焼いた生地を割らないままの割り箸に巻き付けソースをかけたものがお好み焼きまたは箸巻きというので縁日や祭りの屋台で売られていた暴力団排除の風潮とともに屋台そのものが少なくなり一時は見られなくなったが2010年に有志が幸せ巻き巻き横巻きの会を設立し 地元名物の横手焼きそばの麺などを使用した新たな B 級グルメ横巻きとして復活させイベント等に屋台を出店しているほか観光協会の協力を得て市内の飲食店でも提供されている各人に切り分けたお好み焼き東京を中心とする関東地方には全国各地の料理を提供する店が存在し関西風や 広島風を提供する店が多数派となっているが、混ぜ焼きのお好み焼きは、客が自分で焼くスタイルが主流であるとされている。お好み焼きの材料は、ワンや金属カップに一人前ずつ盛られて提供される、ため、肉やその他の具材も含めた完全な混ぜ焼きとなる。岡田明は、食べ物を期限時点において、上記のような生地に具材を混ぜ込む調理法を、関東風。 具材を上に乗せるタイプのものを関西風と定義している。鶏卵は基本的にデフォルトで加えられるが、古風な店ではオプションとされていることもある。生地にはもんじゃ焼きと共通の桜えび、キりイカ揚げ玉、紅生姜、餅などが混ぜ込まれることが多い。もんじゃ焼きとお好み焼きの両方をメニューに置く店が多く、あんこ巻きやあんず巻きなどの甘味系を揃えているのも、 東京ならではの特徴である。数は少なくなったものの、小柱やアサリといった、江戸前の種や牛そぼろ、キャベツではなく、白ネギを用いたネギ焼きなどを提供する店も、残存している。調味料は、ソースやマヨネーズなど、客の好み次第であるが、旧来のスタイルを守る老舗では、辛し醤油などで、進められることもある。お好み焼きの店では、 メニュー名は加えられる具材を指して甘値と表現する。天が何を意味するかについては諸説あるが、同様の表現は神戸の肉天にも見られ、当時は水溶き小麦粉油で焼く料理を総括して天ぷらの一種とみなしていたとも考えられる。どんどん焼き時代ののせ焼きを提供する店はほとんど見られないが、戦前から続く老舗である浅草の染太郎には、 お染焼きという名前で、メニューに残されている。また、埼玉県県北部には、フライと呼ばれるどんどん焼きの系譜に属する料理がある。静岡県東部の富士宮市周辺では、しぐれ焼きと呼ばれる、富士宮焼きそばを乗せたお好み焼きがある。浜松市を中心とする演習地域では、演習焼きと呼ばれ、たくあんなどの漬物や、紅生姜、ネギを刻んで生地に入れることがある。 これは、戦後の物資不足の時代に、浜松市の三方原大地へ、引上げ者が入植し、大根の増産が行われたことから、当時適当な食材として導入されたことが由来だと、言われている。なお、地場のソースとしては、高根ソース、鳥居ソースなど生産されている。名古屋市のお好み焼きは、戦前から続く、のせ焼きだが、生地が固めで両面とも閉じるために、 厚みがあり、ともすれば混ぜ焼きのように見える仕上がりである。屋台やフードコートでは二つ折りにしてアルミホイルに包んで販売されることが多く、また100円台からと価格を安く抑えている店舗が多いのも特徴で庶民の食べ物としての洋食焼きの特徴を色濃く残している。ソースは名古屋市の調味料、メーカー。 カゴメのお好み焼きソースが使われる比率が高い。同じく、名古屋市の調味料、メーカー、香味からは、家庭用のお好み焼きソースとして、赤出し味噌入りの、コクウマお好みソースが発売されている。お好み焼きのソースに味噌を入れるのは、さすが、名古屋と驚く人が多い。家庭で作られるお好み焼きは、一般的な混ぜ焼きであるが、 のせ焼きの場合と同様にひっくり返してからヘラで、しっかりと抑える傾向がある。また切り分け方も、多くの家庭の場合、東京風に、十字に切り分けていく。富山市では刻み昆布を生地に入れることがある。ただ、どんどん焼きの方が刻み昆布や、桜エビや、紅生姜を入れ、青海苔などをかけて食べることが多い。いわゆる関西風お好み焼きを主流とする。 かつては客に焼かせる店も多く見られたが、現在は大半が手人が焼いて提供するスタイルになっている。混ぜ焼きの地域が多い中、神戸市の旧市街地域が異彩を放っている。肉店と呼ばれた時代の調理法を継承する、のせ焼きで生地に卵を入れない、マヨネーズは用いない、泥ソースを使用する、すじこん、ぼっかけと呼ばれる、牛すじの煮込みや、 王外と呼ばれる本場街、下茹でを行わない生だこが使われるなど、近隣た地域に見られない独自性が多々残されており、近年ではこれを、神戸風お好み焼きと呼んで区別する向きもある。戦前の洋食焼きの面影を残すものとしては、上述した神戸市や高砂市の肉店、ネギ焼き、鶏肉と牛脂を具に使う岸和田市のカシミニ焼き、京都市のベタ焼き、 開古的に復活した一銭洋食やキャベツ焼きなどがある。乗せ焼きが残る地域には鶏卵を使用しない古いスタイルも残存しており、そうした店では卵はオプション扱いで玉として注文する。姫路市では出汁を多く含む柔らかいお好み焼きが好まれ、もんじゃ焼きに似た練り焼きやぐじゃ焼き、卵焼きのようにつゆで食べるスタイルの泥焼きなどもある。 独自の具材を使った、ご当地お好み焼きとしては、と田林市の豚肉の鉄板焼きを用いた、ブータロー焼き、焼きそばを卵で閉じる和歌山県ごぼう市の、せち焼き、焼きそばと、ホルモン焼きを入れた京都市の、マンボ焼き、京都市左京区には、キャベツの代わりに白菜を使う、白菜のお好み焼きもある。油かすや細、なすじ肉などのもつ類が使用される地区が点在するのも、 近畿地方の特徴である。またそれらの地域では混ぜ焼きのお好み焼きではなく、のせ焼きの様式がよく守られている傾向がある。柿横広島風お好み焼きが知られる地方であるが、のせ焼きと混ぜ焼きの両方を提供する店もあり、独自の作り方のお好み焼きが名物になっている地域もある。兵庫県西部から岡山県にかけてのエリアは、戦前からの肉店。 洋食焼きの影響が色濃く残る、のせ焼きの店が多い。岡山市では、ジャンボお好み焼きと称して、広島風お好み焼きとほとんど同じスタイルのものが、名物となっている。また、岡山県備前地域では、柿おこと呼ばれる、岡山県名産の柿を入れたお好み焼きが、有名である。また、柿のシーズンではない時には、エビおこが提供される。また、 浅口市では、手延べ麺のバチを大量に生地に混ぜ込んだ、バチのお好み焼きがあり、かきおこに習って、バチおこと呼ばれる。府中焼き広島県東部のビンゴ地方南部では、府中市を中心に、豚や牛ひき肉を使用した、府中風お好み焼きがあり、これを、府中焼きと呼び町おこしのご当地グルメとする活動がある。広島風お好み焼きに似ているが、 ひき肉から出る油と肉汁が特徴的である。小さな町に多くのお好み焼き店が存在している。広島県三原市では、そばやうどんの入ったお好み焼きをモダン焼きと呼称する場合がある。製法は元祖である。神戸風に近く、まず生地を敷き、別の場所で麺と具を炒めた後に、生地の上に乗せ、生地を少しかけて反転させ、 虫焼きに入るという製法を取る場合が多い。また、イカ天のことをのしイカと呼称したり、鳥肝を入れるなど、独自の特色が見られる。隣接した地域で、文化も、食文化も似ているの尾道市では、砂肝とのしイカを入れたものを、尾道焼きと称している。広島風お好み焼きの中でも、広島市中心部の店と暮れし、 クレシ近辺の店では具材を重ねる順などに若干の差異があり、クレのものをクレ焼きと呼んで区別することがある。クレ焼きは焼いた後、半分により半月型にする店が多い。広島県小原市では、広島風の肉玉をベースとし、蕎麦の代わりに小原の米を炒め、お好みソースではなく、ポン酢をかけて食べる小原焼きと呼ばれるものも存在する。 因島では、因島お好み焼き、略称、因おこと呼ばれ、うどん入りが主流で、かつお粉とウスターソースで炒めた麺を野菜より先に、生地に乗せる。おのみち焼きとともに、島並海道の B 級グルメ料理として知名度の向上を目指している。広島県三好市では、地元の高草製麺で製造されている唐辛子を練り込んだ、透明そばと、 毛利醸造者で製造されている、カープソースから口で味付けしたお好み焼きを3時、当面焼きとし、3時、当面プロジェクトを立ち上げて地域を腰に活用している。戦前からの手法を引き継ぐ、のせ焼きと戦後発祥の混ぜ焼きが混在している。徳島県では、みかん、甘く煮た、金時豆、ヨーグルト、エビを入れて、丸く揚げた、天ぷら、 フィッシュカツなどの独特の具を用いたものも供されている。香川県では神戸由来の肉店も郷土料理の一つとされる。福岡市には厚くどっしりとした生地を特徴とするお好み焼きを出すチェーン店がある。ふわふわが好まれる関西風とは対照的に空気を含ませず表面はカリカリに焼き上げられる。真っ黒で粘度の高い独特のソースと カスタードクリーム状の自家製マヨネーズを使用することも大きな特徴である。福岡県大牟田市、熊本県荒尾市では大牟田の炭鉱で働く電気鉱が家庭で水で溶いた生地を焼きウスターソースをかけただけのものをビンタ焼きと称して焼いていた。江戸時代から全国各地から炭鉱に従事する者が大牟田荒尾に往来しお好み焼きや その他の料理がアレンジされた料理や店が独特に定着したのが多いのも特徴である。その後オムタア荒尾地区では、ダゴと呼ばれるようになる。荒尾の有明高専の生徒が足しげく通うお好み焼き屋があり、高専、ダゴと呼ばれて市民から愛されている。店主は、学生がお腹いっぱいに食べれる、用鉄板いっぱいに広げて焼く大型のお好み焼きを、 メニューに取り入れ、大豚名物となっている。九州7県では、人口あたりのお好み焼き店の数において、大豚市が1位、荒押しが2位となっている。基本的には、大阪風であるが、キャベツの切り方は、みじん切りの大阪風に対し、ざく切りにする店が多く山芋等の材料は使用せず、ひっくり返したサイコテで押さえつけてもっちりとさせた、食感に仕上げる。 ソースは、とンカツソースベースのこってり甘口の関西風に対し、ウスターソースベースで、サラッとした口当たりのパンチの効いた辛口である。その他にも広島風やもんじゃ焼きを提供する店も存在する。北九州市では、マヨネーズとケチャップを混ぜたオーロラソースをつけて食べるのが定番となっている。宮崎市には、神戸風の肉店が名物として提供される地域も、 ある。熊本市域ではお好み焼きに刻んだたくあんを入れる店が多く、肉は薄切りではなくひき肉を入れる店もある。沖縄県には、平屋やーと呼ばれる料理があり、これはキャベツではなくネギやニラなどを使用する一戦、洋食やどんどん焼きに近い月食である。また、ポーポーという小麦粉の薄焼きで、味噌や黒糖などを巻いた菓子もあり、こちらは、お好み焼きの祖先とされる。 ふの焼きに告示している。祭りなどの露店、屋台でも、お好み焼きは、定番の料理である。かつては、関西においても、洋食焼きスタイルの重ね焼きが主流であったが、現在は混ぜ焼きを供する店や、中華麺を加えて、広島風として提供する店が増えている。また、割り箸に巻きつける形で焼いた、端巻き、今川焼きほどの、小さなサイズで焼き上げた。 大阪焼き、厚く焼いた混ぜ焼きをカットして割り箸や串に刺したものなど立ち食い歩き食いがしやすいように工夫されたお好み焼きも多くの屋台で供される。お好み焼きを急速冷凍した冷凍食品が食品メーカーやソースメーカー、スーパーやコンビニ各社、有名お好み焼き店などから販売されている。日本の家庭で作られるお好み焼きは おののの家庭で作り方も違う。そして招待した客をお好み焼きパーティーでもてなす場合もある。広島風お好み焼きに関するカテゴリー、ありがとうございます。